アメリカで F-35 戦闘機のアップデートが始まりました。今回詳しく見ていきますが、兵器搭載量は 50% も増加するそうです。日本もアップデートできればいいですが、問題の航続距離も伸びたみたいです。それでは見ていきます。日本の航空自衛隊での調達も進んでいるロッキード・マーチン社の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2だが、現在のバージョンのブロック3からブロック4への更新が始まっている。 F-35 ライトニング2のブロック4の内容は、すべての項目では66件にも達するとされており、一度にこの全項目の機能が備わるわけではなく、複数回に分割されたアップデートがなされるという。航空自衛隊の F-35 ライトニング2といえば、2019年6月に最初の配備となった三沢基地所属の機体が、操縦者の空間識失調が原因と思われる痛ましい死亡事故を起こしたことも記憶に新しい。今回の F-35 ライトニング2のブロック4の機能には、こうした操縦者の不慮のトラブルに対応した自動で墜落を回避するアグキャスと呼ばれる仕組みも含まれており、機体の安全性向上が見込まれている。すでに航空自衛隊の F-35 ライトニング2には、2020年からこのアグキャスのアップデートが始められていると言われており、不幸な墜落事故を経験しているだけに、一日も早い対策を期待したい。ただし、前述のように、全体で66件にも及ぶブロック4のアップデートは、すでに2019年頃から一部が始められているものの、当初の予定だった2024年までのリリースは困難のようで、2年以上遅れる可能性もあるようだ。最も悲観的な予測によれば、世界的にすでに3000機以上の機体数に達すると見られている F-35 ライトニング2へのブロック4対応には、2030年前後まで必要になるかもしれないとの憶測も流れている。それでも F-35 ライトニング2のブロック3と比較した場合、ブロック4では胴体内の並走収納量はなんと 1.5 倍へ、さらに航続距離も 1.25 倍へと格段に機体本体の能力が向上することは確実である。より具体的には、現行の F-35 ライトニング2のブロック3の場合、機体のステルス性を確保するため、胴体内に収納可能な空対空巡航ミサイルは4発のみだったが、これがブロック4では6発となるのだ。これは胴体内のウェポンウェイに取り付けるサイドキックと呼称される仕組みのおかげで、同様の容積の空間を無駄なく利用できるようにする、いわばコロンブスの卵的な発想の賜物といえる。こうしたブロック4への対処は、その8割ほどは基本となるソフトウェアの更新で行われるとされており、この点からは物理的に大掛かりな作業を伴わないことは、従来の戦闘機に比べて負荷は少ないだろう。それでも日本も愛知県の三菱重工業の施設が認定を受けているように、 F-35 ライトニング2の重整備を施せせる MRO&U と呼称されている拠点は各地域ごとに限定されているため、
そこの繁忙は間違いない。日本の場合、自国の航空自衛隊の F-35 ライトニング2に加えて在日米軍の保有する同機がその対象となる上、今のところそこでの整備を認めていないが、本来であれば韓国などもこれに含まれるはずだった。韓国が日本での自国の F-35 ライトニング2の重整備を認める可能性は非常に少ないとは思われるが、その場合、彼の国がどこでこれらのアップデート等の対応を受けるのかについては今後問題化するだろう。さて、韓国の件はともかく、ブロック4のソフトウェア改修に要する開発コストだけでも、現時点でもおよそ1100億円を超える費用となることが確実視されており、このうちの 70% はアメリカが拠出する。これに加えて、アップデートの作業そのものにもアメリカ軍が保有する。機体だけでも1兆円を超過する作業コストが必要とみられており、およそ財政状況の厳しい小国では維持することすら難しい現実がある。そもそも F-35 ライトニングには、現状のブロック3に到達するまでに、これまでにもすでに6兆円とも見される開発費が投じられているといい、以後も随時1000億円規模の資金がブロック単位で必要になるだろう。それでも、すでに3000機以上の生産が見込まれている F-35 ライトニング2の全体の数から見れば、1機あたりに必要な開発費は、その数の多さゆえに分散されるとも言えるのが、戦闘機開発の奥深さだとも感じられる。例えば、日本の航空自衛隊が現行の F-2 戦闘機の代替計画で生産を予定している次期戦闘機の総数は、現時点では90機前後とごく少数であり、一説には約5兆円とも言われる開発費の負担は大きいことがわかる。このため、政府与党の一部からは、次期戦闘機の海外輸出を前提にした開発を唱える提言が行われているが、これが現実的か否かといえば、残念ながら後者としか言えないというのが実情だろう。ただ、これは何も日本に限ったことではなく、テンペスト計画を推進中のイギリスやドイツ・フランス間で進められている FCAS についても同様の懸念点を抱えた状態にあると言えよう。